それでは、今日はアルペジオの質問がたくさん来たので、それについてお答えしたいと思います。アルペジオ弾きにくいですよね。帰ってくる時とかも、特に下り難しい。で、下りで親指がこういうふうになんか回転してしまう人がいるとかいう、ご質問もいただきました。それでですね、基本的にアルペジオっていうのは、まあ、小さいお子さんでも弾くわけなんですけども、まあ和音で届く範囲だったら、まあ、このまま回転させればいいんですけれども、大概は、まあ、例えばとかなんかすごくすごくこう遠いところでもともとも届くはずがないようなところを変えてきています。なので、基本的にこう広げて頑張るというよりかはですね、鍵盤のところに持っていく、手首を持っていくのが楽なんですね。で、指はまあそこそこ広げますけども、ずっと広げっぱなしだと疲れるというのと、まあ、毎回その音形が違うとですね、この指間の距離っていうのが変わってきますので、あんまり固まっちゃうと これをこう修正するのが難しいんですね。なので、ポイントとしてはこの手首、これを、まあ、あるいは例えばの時に親指から2の指に来た時に、もうすぐこの親指は力が抜けて、で今私が動いているのは、手首が動いているのが分かりますか？ここがこういうふうに動くと楽なんですね。でこういうふうに動くためには、手首が柔軟になってないと、固まってると要するに動かなくなりますから、そうすると一番まずいのは、もうこのまま固まったまま親指ももう届かないのに頑張って広げて、こういう風になって手首がガチガチになってると、これを回転させるのはとても難しいと思います。ですので、引き終わったら基本的に緩めていく、まあ、それがこのままでなってもいいですし、帰ってくる時ももうここから興奮頑張るずに、ここまでまだこれ親指楽です。でも先に手首が行ってて、手首が行ったところの先に音があるっていうような感覚で、で多分あの親指がすごい力入られてる方は、この3本だけをまずこれで手首のこの横の動きをですね、練習してみてください。もし何だったらっていう感じでこう飛んでいけばいいと思います。そしてですね、それができるようになったら、このここから、あ、ごめんなさいね、これを早く弾けるようになるといいと思います。そしてですね、黒鍵とか例えばになった時には、少しこう手首が高くならないと、まあ、黒鍵と弾きにくいとか、まあ、いろんなこうこの手首の角度あることはあるんですが、まあ、基本的にこの動きが楽になると、アルペジオって楽に弾けると思いますので、ぜひやってみてください。